夜行、森見富彦。その前年、12月半ばのことです。勤め先の画廊では、岸田道夫氏の個展、夜行に向けて、京都の柳画廊から移送してきた作品の搬入と設置が終わったところでした。銀座の裏通りに面した窓の外は暗いのですが、室内は別世界のような明るさにあふれていました。乳白色の壁にかけられた銅版画は神秘的な夜の気配をたたえていました。そこへ小島くんが訪ねてきました。やあ玲子さん、こんばんは。あら小島くん、今日は早く終わったんで有楽町で買い物を、ついでに顔を出してみようと思ったんです。先輩は今夜遅くなるみたいですよ。ちょっと出先でトラブルがあって。そんなことを言いながら彼は銅版画を覗き込みました。彼は腕組みをして、ほうとため息をつきました。なかなか神秘的な絵ですね。いいな。岸田道夫の作品、3年前に亡くなったんだけど、それらの銅版画を長く見つめていると不思議な感覚にとらわれます。乳白色の壁にうがたれた四角い穴の向こうには永遠の夜の世界が広がっているように感じられるのです。連作「夜行」は48作あって、柳画廊の柳さんによれば、それらが一堂に会する東京での個展は初めてということでした。尾道、伊勢、野辺山、奈良、会津、奥飛騨、松本、長崎。玲子さんは岸田さんと会ったことあるんですか？噂話ならいろいろ聞いたことがあるけど、会ったことはないの。ちょっと変わった生き方をしてた人みたいよ。この連作だけをずっと描いてた人なんですか？小島くんに聞かれて、私は柳画廊の柳さんから先日聞いた逸話を思い出しました。実は岸田道夫には夜行と対になっている初行という秘密の連作があるという話です。夜行が永遠の夜を描いた作品だとしたら、初行はただ一度きりの朝を描いた作品だと岸田道夫は語ったそうです。ところが生前、岸田道夫はその初行を誰にも見せることはありませんでした。そんな話をすると小島くんは興味深そうに言いました。その作品は今どこにあるんです？わからないの。岸田さんが亡くなった後、画廊の人が遺品の整理をしたらしいけど、初行に関連するものは一切見つからなかったって。それなら嘘だったわけですか？今に至るも謎のまま。確かに変な人だな、岸田さんって人は。小島くんと一緒に順々に見ていくうちに、私は一つの作品の前で足を止めました。夜行、津軽というタイトルでした。それは白の濃淡で描き出された三角屋根の家の絵でした。2階にある窓の一つから顔のない女性が身を乗り出して右手を上げています。展示されている48作の銅版画の中でも、その絵はとりわけ懐かしく、同時に気味の悪いものに感じられました。じっと見つめているとなんだか息苦しくなってくるのですが、それでも目を離すことができないのです。小島くんが怪訝そうに言いました。どうしました？この絵がなんだか気になるの。どうしてだろう。なんだか高原の別荘みたいじゃないですか。こんな家本当に津軽にあるのかな。小島くん、岸田さんの秘密もう一つ教えてあげようか。何です？
ここにあるのは旅先の風景を描いた連作だけど、実のところ岸田さんはどこへも行ってないんだって。マジですか？彼は旅をしなかったの。信じられない話ですね。地名までタイトルにしてるのに。小島くんは呆れたように言いました。それならこんな家は津軽には存在しないわけですか？どうかな。偶然の一致ということもあるでしょ。私は手を伸ばして、その銅版画の家の輪郭をなぞるように指を動かしました。窓から身を乗り出している顔のない女性、岸田さんは日が昇る前に眠って、日が沈んでから起きるという生活を続けてたの。友人たちと会うのも夜だけだった。彼は連続する夜の世界で暮らしていて、そこで見えた風景を作品にしていた。だから夜行なんだって。へえ、夜の世界か。小島くんは感心したようにつぶやきました。それから彼は何かを言いたそうにしましたが、その先を続けようとはしません。ただ私の隣に立って銅版画を見つめています。どうしてこんなに懐かしい感じがするんだろう。私は銅版画を見つめながらつぶやきました。この家は私の夜の世界に立ってるのかも。その家へ向かって私は雪を踏んで駆け出しました。夫が遠くから呼びかける声が聞こえましたが、振り返るつもりはありませんでした。2階の窓が内側から押し開かれて、一人の女性が身を乗り出すのが見えました。窓からあふれる光がまぶしすぎて、その姿は黒い影にしか見えませんけれども、私にはそれがかなちゃんであるということがはっきりと分かりました。彼女は私に向かって両腕を開き、その家へ迎え入れようとしているのです。その時私にはようやく分かったのです。銀座の画廊であの銅版画を見た瞬間から、かなちゃんは私に呼びかけていたのでした。夜の上野駅を出た夜行列車はこの家を目指して走っていたのです。今かなちゃんの家は息を吹き返して、夜の底に燦然と輝いていました。すべてのカーテンは開かれて、窓という窓がギラギラと光っていました。それはまるで内側から燃えているようでした。